社会保障を立て直す国民会議は2019年に結成、解散した旧民進党系の衆議院民内会派。手続き上は2017年10月26日に無所属の会として結成された会派が名称変更する形で衆議院に届け出られた。衆議院での略号は社保。2019年9月に立憲民主党などとの統一会派である。 立憲民主、国民、社保、無所属フォーラムに合流したため独立した会派としては解散したが合流後も2020年9月まで会派内のグループとして活動していた。前身の無所属の会はもともと旧民神経勢力の再統合を目指して活動を続けたが立憲民主党、国民民主党両党間の耕着状態が続いたため11月中旬には 立憲民主党との統一会派結成を目指す方向に軌道修正し、統一会派結成が見送られれば、事前の策として部所属の会を母体に新党を結成する考えを表明した。しかし立憲側が政党間協議には否定的な見解を示し続けていることから12月5日までに新党結成を断念する方針を固めた。翌6日には岡田克也と 枝野幸男が会談し、統一会派について協議したが、枝野が会派単位の合併を拒む姿勢を崩さなかったため、交渉が決裂。7日に第197回国会の閉幕後に無所属の会を解散し、希望者が個別に立憲会配理する方針であると報じられ、10日に開かれた会派総会で上記方針を正式決定した。 通常国会召集を前にした2019年1月8日、会派総会を開いた後に13名全員の挙手を発表した。代表の岡田克也のほか安住厚枝江健二、大串博子金子恵美、黒岩坂井洋、田島かなめ、中川正春、中村吉郎の計9人が立憲会派入りすることに決定。立憲会派合流を見送るのは、黒羽孝一郎。 野田義彦、広田はじめ、元村健太郎の4名となった。4名は、無所属の海村属か深海派結成を検討すると、した。ただし本村については、同日、3月24日、告示、4月7日執行の相模原市長選挙への立候補を検討しているとも報じられた。1月15日、岡田ら人は、立憲民主党の会派、立憲民主党、 無所属フォーラムへの入会届を提出。翌十六日、野田が記者会見において、自身を含む無所属議員七名による、新会派、社会保障を立て直す、国民会議を結成したことを発表。無所属の会に残留した、野田、玄洋、広田、本村の四名に加え、無所属の会に所属していなかった井出勲、井手伊佐夫勢、徳和彦、中島勝人が、 新たに入会した。同年3月、本村が相模原市長選挙への立候補を表明し、同月7日付で衆議院議員を辞職。会派所属人数が6名となった。同年5月7日、旧希望の党出身で、旧民進党刑務所属の松原人氏柿沢水戸の2名が、同日付で会派に入会し、所属人数が8名となった。同年7月30日、 代表の野田は立憲民主党代表の枝野幸男と会談。枝野が次期衆院選に向けた協力を呼びかけると野田はもちろんだと大田区、緊密に情報交換しつつ連携していく方針で一致した。8月5日、枝野がさらに衆議院での国民民主党も含めた統一会派結成を呼びかけると野田は歓迎したいと前向きな反応を示した。 9月19日、枝野と国民民主党代表の玉木雄一郎、野田らが会談を行い、旧民進経三党派の統一会派を結成することで合意した。会派名については、当初、立憲民主党、国民フォーラムなどを軸に検討が進められたが、社保が次会派の二文字を名称として入れてほしいと強く要望した結果、衆院会派名は立憲民主、国民、社保、 無所属フォーラムとなり、衆議院では、現憲法下の1947年以降では、最長の会派名となる見通しとなった。9月30日、新会派、立憲民主、国民、社保、無所属フォーラムが届け出られ、独立した会派としての、社会保障を立て直す、国民会議は解散した。新会派へは、井出伊佐夫生が参加を見送り、 社保からは入れを除く7名が参加した。合流後も2020年9月まで同盟の買い払いグループとして活動した。2019年9月30日時点衆議院議員8名、優、無は民進党解散時、民進党所属国会議員としての資格の有無。衆議院議員元衆議院議員2019年9月の立憲民主、国民、社保。 無所属フォーラムへの合流後も会派内グループとしての活動は続き野党党派の幹事長、初期局長懇談には会派で幹事長を務めた玄洋が出席するなどしていた。12月に立憲民主党が国民民主党や社保に合流を呼びかけると同月16日にグループの総会を開き立憲との年内合流に向けて協議を加速させることで一致した。また、 この時点でのグループの参加人数は9名であると報じられている。2020年2月には、重徳和彦が社会保障を立て直す国民会議の成長会長として活動していることが報じられている。2020年7月には一時中断していた立憲、国民両党の合流協議が再開し、8月7日には両党を回答した上で新党を設立し、 決闘大会で代表と党名と投票で選出するなどの方針で大筋一致した。これを受けのダラのグループも8月19日に会合を開き、両党が合流してできる新党への合流の方向性を確認した。同月24日、立憲民主党、国民民主党、社会保障を立て直す国民会議、無所属フォーラムの各幹事長が国会内で会談し、 合流新党結成に向けた基本合意書に署名した。新党代表、透明選挙を経て、新、立憲民主党が発足した。これに伴い会派名は、立憲民主、国民、社民、無所属と解消され、社保の名称は消滅した。合流後の2020年9月に、一部報道で野田グループとして扱われ、参加人数は8名と報じられている。 社会保障を立て直す国民会議の所属議員で2020年9月3日時点での新党入党宣誓書提出者とその後の新党への参加者を以下に記す。ありがとうございます。